そう、またなんか何の話題を振ろっかなってなった時に、何の話題を振ろっかなにならん。そう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 。大体同世代やろ。え、みんな何歳なの？でも祭りすね、若いんだよね。若みや。若いんだよ。なんかね、昔聞いた時もね、なんか10代、20代がたくさんいて、若って思った。みんなのことさ、正直なこと言うと20後半とか30くらいが多いのかなって思ってたの。したらさ、そう、ほらね、若くない？高校生とかおる。祭りの、祭りすで一番若い年齢教えてあげようか。6歳だよ。祭りすで一番若いの6歳。めっちゃ若くない？やばくない？ 6 歳。あのね、いやこれマジなんだけど、あ、お父さんと一緒に見てくれてるらしくて、ツイッターでお絵かきしてくれるの。祭りのこと書いてくれてんの、女の子しかも。やばくない？そう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 。6歳に見てもらっていいものかってね、ふぶき。ふぶきの風神は、6歳でもいいと思うの、祭り。うん。ふぶきの配信はぜひ見てほしい。祭りの配信は6歳に見せていいものかという心。英才教育大丈夫かな。まあ、ちょっと そこもね、心がけて今後じゃあ配信していきます。アイドル配信を心がけていきましょう。うん。全年齢対象でございます、この配信は。